文京グリーンコートとは、東京都文京区にある、一棟の高層オフィスビル、三棟の集合住宅、商業ビル、フィットネス施設などからなる複合施設である。陸地園からほど近い東京都道四百三十七号、秋葉原増司が屋線に面した、キュウリ科学研究所に由来する、加盟製薬の工場、研究所移転を契機に、その跡地の有効利用を目的に計画され、 同社、日本生命、東方生命が開発した複合施設である。計画中はバブル崩壊後の日本経済の激変期にあたり、その内容の見直しは幾度となく繰り返され変定を余儀なくされた。整備にあたっては、都の市街地住宅総合設計制度の適用を受け、公開空地の開放と公益施設の設置により、一部車線制限の緩和を受け、 敷地面積の100%に相当する溶石割増しは401個の都心型住宅に当てられている。公開空地はこの土地を特徴を付けてきた豊かな表情を持つ異常の林を忍ばず通りに面して集中的に保存。再生を図り外にグリーンスクエアとして後方には多くの桜の木が植栽され桜広場とそれぞれ名付けられ開放されている。また道路に沿って 歩道上空き地を設け、街路樹を含めて、みずみずしい緑地環境を形成している。施設は、敷地の中央部に、高層のオフィス棟、住宅棟を配置し、敷地外周ゾーンに歩行者に圧迫感を与えないよう、小さなスケールに分設化された商業施設等によって構成される。なお、3棟の集合住宅のうち、2棟は、住宅、都市整備公団、残りの1棟は、 家計制約が発注した。管理は、大星ビル管理に委託されている。平成10年度、都市景観対象景観形成事例部門、地区レベル賞受賞。主なオフィステナント地下1階には、スーパーマーケットと薬局及び郵便局のほか、ATM コーナーがある。1階では飲食店や小売店、生活関連サービス業の多様な店舗が営業する、ほか、 文京区の高齢者安心相談センター、コマゴメ室が入居している。2階には平日のみ、利用可能であるカフェテリアがある。文京グリーンコートビュータワー本コマゴメ AB 棟から、住宅、都市整備公団が建設した2棟の集合住宅、総戸数401戸。文京グリーンコートテラス後方にあった、理科学研究所及び、日本原子力研究所の跡地に、 加建製薬が建設した賃貸マンション。2013年竣工。地上6階建て69個。東急スポーツオアシス。本駒込近代的な作りトロビーの背景が、緑地になるという美しいロケーションからオープン当初は、頻繁にロケに利用された。ありがとうございます。